お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感つくば中央店の富山と申します。よろしくお願いします。弊社 ではですね、新型コロナウイルス感染症対策に伴うガイドラインに沿った営業をしております。ただですね、お客様ご来店いただくときにですね、事前にご予約だけお願いしております。接触を避けるためですね、ご予約をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、ご来店が難しいお客様ですねに関しましては、オンライン商談システムというものを私ども導入しております。ホームページで紹介しておりますので、ぜひご覧ください。で、パソコン、あとスマートフォン、タブレットですねから簡単にアクセスできますので、ぜひ試してみてください。よろしくお願いします。では、今回ですね、こちらの、ハリアですね、現行のハリアを置いてみました。で、ですね、新型のハリアがどうやら6月に出ると、まあ有名な話ですね、車のニュースでも出ておりましたし、有名な話ですけども、ハリアが待望のモデルチェンジということで、次のハリアが控えております。で、こちらの3代目のハリアから今回4代目になるということでね、装備が若干変更があったりとか、サイズ、車のサイズですねが変更があったりとか、エンジンの変更があったりとかが、いろいろ変更点がありますので、まあ、3代目ちょっと置いてみて、4代目ちょっと隣に置きたいんですけど、まだないのでね、3代目を見ながら、4代目の紹介も合わせてしていきたいなと思いますね。まあ、ちょっとネットの情報もありますので、ちょっと変わるっていう可能性もありますけど、ちょっとまだカタログをね、頼んでまだ来てないので、カタログとちょっと異なるところはありますが、ご了承ください。よろしくお願いします。ではこちら、置いてみました3代目のハリアでございます。こちらが、現行のハリアですね。で、グレード、ハリアの、2000cc のガソリンですね、スーパー CVT ですね。でこちらの、プレミアム、スタイルノワールですね、特別使用車でございます。こちらをご用意してます。で、こちらの特別使用車は、まあ、この黒メッキですね、漆黒メッキであったりとかがもうかなりかっこよくて、シーケンシャルウィンカーもついてますし、パワーバックドアもついてますし、もう盛りだくさんな、特別使用車でございます。で、4代目のハリアに変わるということでね、なっております。でハリアも1997年に初めてハリアとして出て、海外だとレクサスの RX として出まして、でその2つが、まあ、兄弟車、姉妹車ということで、2代目も引き継ぎまして、ただ3代目ですね、3代目に引き継いだときは日本車仕様になりましたので、RX だけ3代目になって、2代目をハリアは継続して販売して、でハリアが2代目から3代目になるときに日本、いわゆる日本車仕様になった。でその時にダウンサイジングさせてもらって、ガソリン、要はエンジンですね、エンジンが 2000cc であったりとか、ハイブリッドの 2500cc であったりとかになったというところですかね。一番最初のハリアはもう3000cc 以上で、V6 エンジンっていうので売り出していたものなんですけど、そこはちょっと変わりました。で、4代目のハリアに関しては、そちらの 2500cc の、ハイブリッドと 2000cc のガソリンっていうのは変わらずになります。で、4代目どうやらターボが廃止になっちゃったようで、3代目だけでしたね、ターボが出たのは。それだけになりました。で、顔つきですね、顔つきもかなり変わります。でこちらの、まあ、多分一番見て分かりやすいのはこのライトの部分が変わりますね。で今はこの3眼の3代目の3眼の、ね、ヘッドライトがついてます。まあ、かっこいいですよね。まあ、ここからプロジェクターのヘッドライトにまた変わるということなので、で、クリアランスランプもこの 3本ラインみたいなのが入ってて、もうかなり3代目も凝ったデザインになってて、これもかなり評価高かったですね。であとここグリルですね。でこれは初代からこの縦線のグリルがあったんですけど、3代目からはこの、アクリルのカバーですね、これがつきました。ただこの縦線っていうのは継承しております。どうやら4代目も縦線は継承しておりますので、まあ、ハリアの名残というかが、まあ、しっかり残っているのかなと
というところですね。ただこのロゴ、ハリアといったらこのロゴですね。このロゴは、まあ、鷹なんですけどね、チュウヒっていう鷹ですけど、あのハリア の名前の元になったものですけどね、こちらがなくなっちゃうと、4代目だと飛び去ってしまってトヨタマークになります。トヨタマークになってしまうというところですかね。まあ、でもこのチュウヒはちょっと残してほしかったのがあるんですけどね、トヨタマークに今回変わりますよというところになります。で、今、まあ、フロント見ていただいているので、まあ、幅ですね、幅が3代目、3代目はこちらが183ですね、183あったのが、まあ、4代目になると、だから2センチ追加ですね、185に変わるというところですかね。2センチやっぱり変わるというところで、まあ、ちょっと大きくなる感じですね。2センチだろうっていう感じあるんですけど、いや2センチ結構変わります。まあ、立体駐車場っていうところもやっぱちょっと気にしなきゃいけなくなってくるサイズなのかなっていうのが変わるところですかね。で、あとは、まあ、高さです。高さに関しては、169今あります。3代目であるんですけど、なんと4代目だと166になりますよと。で、まあ、3センチですね、下がるということですね。まあ、単純に3センチ下がってるのか、まあ、ちょっと3センチ下がるだけだと室内がかなり狭く感じる、狭くなっちゃうのかなっていうのはちょっとあるところではありますからね。で、今、まあ、カメラもついてますよね。あの自動ブレーキのカメラついてます。で、トヨタセーフティもかなりパワーアップいたしますね。あの次の世代のトヨタセーフティがしっかりつきます。さっきのハイビームのアダプティブハイビームであったりとか、あとはあのロードサインアシストですね、あの標識認識の機能がついたりとかになりますかね。で、そんなのがつきます。で、あとはあの歩行者の検知の部分でも、その 昼間の あの自転車にも対応しますし、夜の歩行者にもしっかり対応しますよと、あのかなりパワーアップはするのかなとところですね。で、横見ていただいて、今アルミホイールが目に入っていると思います。で、今スタイルノワールなのでね、あのこちらの大きいアルミが入ってます。18インチですね、 あの特別なスタイルノワールのアルミが入ってます。で、グレードですね、4代目のグレードなんですけども、今までエレガンスプレミアムって言ってたのが変わりまして、一番下が S ですね、次が G、次が最後が Z ですね。あのプログレスって言われてたのが Z になるのかなというところですかね。で、Z になるとアルミホイールも19インチがはまってくるので、まあ、かなりかっこよくて、あのタイヤも大きくなってっていうところになりますかね。さらに SUV 感がちょっと増すかなという感じです。まあ、ただアルミホイールも、まあ、あのかなりメッキ の装飾もされてますので、あのかなりかっこいい仕上がり、高級感がある仕上がりになるのではないかなというところですね。で、この、全長ですね、今高さは3センチ下がるって言いましたね。あの全長ですね、全長もまあ変わりますね。こちらが今、3代目で472あるんですけど、こちらが2センチ伸びまして474というところになりますね。2センチやっぱり変わるというところですね。あとホイールベースですね、ホイールベースはこちらのホイールベースさん、今は2660なんですけどね。で、こちらが、2690になるというところで、またこれも3センチくらい変わるというところですね。なので、まあここのホイールベースが、ね、広くなるので、まあ、室内空間なかなか広々して、さらにあの幅も 2センチ増えるということなので、あの室内空間かなりゆったりになって、あのさらに乗ってて気持ちいい空間ができるのかなというのが4代目のところですかね。あのもうかなり広くなって、ただまあ上は へこむんでね、その分どうなのかなっていうところありますね。で、こちら後方でございます。で、まあ、後方で、まあ、ひときわ目を引くのが4代目。4代目だとこのハイマウントですね、 あの LED、 これがもうここくらいまであのかなり広くなる、もう広くなりますね。あの今現行だったらとここだけになるんですけどね、ここまで来るので、まあ、かなり存在感がある感じになるのかなというところですかね。で、スタイルノワールなどでインテリジェントクリアランスソーナーが標準化しておりますが、インテリジェントクリアランスソーナーもあのしっかり次の台でもあのお選びいただけるようになるというところですね、に変わっております。だからもう後ろ姿もかなり変わってくるのかな、もう完全にちょっとレクサス寄りですけど、まあ、あの顔あの後ろの姿も変わっていくのかなというところですね。では、ちょっと運転席をそしたら、見てみましょう。では運転席ですね、こちらです。で、まあ、スタイルノワールなんでもう黒基調で内装もかなりかっこよく出来上がってます。ではあのステアリングも本革です。
まあ、こういう高級感もありますね。まあ、ただ変わってくるのは大きなところで言うと、今ナビが穴開いてますけど、あれがどうやらディスプレイオーディオになるのではないかというところですね。で、もうちょっとこのナビ部分がぐっと上に上がりまして、あの 12.3 インチのディスプレイがつくと、かなりでっかいですね。あのどうやら横長みたいなんですけども、それは大きいディスプレイがつくというところですね。まあ、ディスプレイ大きいのはいいんですけど、まあディスプレイオーディオなんでね、テレビが見れるのかな、 CD、DVD は結局デッキでオプションなのかなっていうのはちょっと予想されますっていうところはやっぱ厳しいですかね。そこの CD、DVD はやっぱり標準で欲しいところではありますね。で、Android Auto、Apple CarPlay っていうのはどうやら標準化するようです、ハリアですと。アルファードだと別途お題がいただいてっていうところだったんですけど、なのでスマホをつなげばナビにスマホの画面を映すことができるっていうところはまあいいのかなっていうところですかね。じゃあ、実際ちょっと乗ってみたいと思います。では実際ちょっと乗り込んでみました。まあ座り心地はさすがのハリアーですね、いいですね。まあ上からもかなりアイポイントも高くていいですね。で、まあ先ほど言った通りここに 12.3 インチのディスプレイがつくということで、まあここのデザインはどうやらほとんど変わらないのかな。ただカタログでネットですけど、カタログで出てるのはここら辺がこうベージュの革が入っててつながった感じでっていうのは統一されて、ただこれがちょっと上になって 12.3 インチがドンとついて、エアコンのタッチパネルがつくという感じになってますね、に変わっております。で、大きく変わるところはまだありまして、今自動防犯ミラーがついてますけど、デジタルインナーミラーが装備できますよと。でデジタルインナーミラーだけだとまあいつもと変わらないでしょ、後ろの映像がミラーで見れるんでしょみたいなところなんですけど、どうやらドライブレコーダーみたいな機能がつくと、ここのミラーで、後ろの映像ももちろん見れます。ただそれにプラスして、どうやら、まあ、カメラがどこかに潜んでいまして、でカメラとあとバックの、モニターのところですねのカメラがついて、でそれでドライブレコーダーの機能がつくと。まあ、前後のドライブレコーダーだからもう別途ここら辺につけなくていいっていうのはでもすごいポイントは高いですよね。だからそれは新しく新開発されたものがハリアに出されるということですね。でマイクロ SD だと思うんですけど、 SD カードを入れるところも、まあ、ついてくるのかな。まあ、ミラーに挿すのかナビのどこかに挿していくのかっていうのはちょっとまだ不明なところですね。どこにつくんでしょうかね。であとは、ここですね。で今はこちらのパノラマルーフがこちらのように開きますね。まあ、かなりやっぱりパノラマルーフはでかいですね。もうパノラマというくらいですからね。もう後ろまでバーンと開きます。もうかなり広いですね。でこれがオプションでつけることができるんですけど、まあ、次の4代目のハリアーにもパノラマムルーフはつきますよと。で、どうやら調光ができるようで、調光ガラスというか曇ったガラスにしたりとか、まあ、あと透過ですねがどうやらタイムラグなしで切り替えができるというところで、かなりそこもいいかなと思いますね。まあ、これからどんどん日差しも強くなるんでね、そこら辺はかなりポイント高く取れるのかなというところですかね。なのでもうデジタルインナーミラーとかムーンルーフとかはつけていただければ、まあ下取りの価値とかもかなり上がるような装備ではあるので、次のハリアに関してはもうほとんどの方がつけるんじゃないかなと思いますね。まあ、ドラレコを何万ってかけてつけるよりかはデジタルインナーミラーで対応できるんだったらつけてしまえばいいですね。まあ、こういうムーンルーフもなんだかんだもういいっすよこれ。光が入って車内も明るくなりますしね、いいと思います。で、まあ、高さは今、まあ、3センチ、下がるということなんですけど、まあ、運転席だと、どうなんですかね。これより下がるって考えると、ちょっと下狭いなって思いますけどね。アイポイント下がっちゃうんじゃないですかね。っていうところはありますね。ちょっと狭い感じになっちゃうのかなって思いますけどね。でも、幅と長さがあるので、まあ、ここの乗りやすさの部分であったり、2列目の、ゆったり加減であったりとかは、かなり良くなるのかなと。いうのが予想されますね。はい、ちょっと早く乗ってみたい気持ちはありますね。で2列目ですね。まあ、2列目ちょっと乗ってみるだけにしますね。で、ムーンルーフがやっぱり開いてると明るくて、いいですね。そう、とてもいいです。で、ここは、まあ、ドリンクホルダーがアームレストと一緒についてきます。
まあ、ここもしっかり革ですからね、あのかなり高級感があっていいですね。でこれでやっぱり幅と長さが出るので広くあのご利用いただけるのかなというところですかね。パワーバックドアもまた採用されるんですかね。もうパワーバックドアがしっかりついておりますね。なんだかんだこれもしっかりついてていいですね。で、あの開ける時もしっかりパッてやるだけで開くので、アルファードはパッてやっても手動なんですけど、あの開け閉めも自動でできちゃいますというところですね。いかがでしたでしょうか。3代目見ながらちょっと4代目のお話をさせていただいたんですけども、まあ、あとは、エンジンですね、まあ、先ほど言いました 2500cc のハイブリッドと、次 2000cc のあとガソリンですね。で、スーパー CVT だったのはダイレクトシフト のダイレクトの CVT になるっていうところもあの話題性があるんですけど、まあ、あとはあのどちらもあのダイナミックフォースエンジン、あのもう大好きですね、ダイナミックフォースエンジン、ラブ4であのたくさん紹介させていただきましたけど、であのラブ4でもやっぱり燃費がやっぱりいいと、あの大きさの車でもあの結構 4駆ですからね、ラブ4もあの大きさの車で4駆でもそれだけやっぱ燃費がかなりいい燃費が叩けるようです。どうやら14号とか言ってましたからね、でも十分ですからね、14号も走れば。で、まあ、あの次のハリアーもダイナミックフォースエンジンで、あのトルク馬力ともにかなり向上が図られて、しかも燃費が向上するというところで楽しみにしております。で、こちらの、価格がまだちょっと微妙です、わからないです。ただそれだけ高級装備が揃いますから、あのかなり価格としては大きくなってしまうのかなっていうのがあの心配なところの一つですね。まあ、私どもが取り扱うときはあの低金利だったりがご案内できると思いますので、あのその時またあの発売したら 私どもでまた YouTube でこうやってご紹介させていただきますので、あのぜひあの販売できたらなと思いますので、あのその時またカタログでご紹介させていただきます。よろしくお願いします。なでこちらの3代目ももう終わってしまいますので、ぜひ目に焼き付けておいてください。こちらの高も消えちゃいます、中費も消えちゃいますので、あのこちらを名残惜しく思いながら、第4弾の、4代目の、ハリアですねを待ちたいと思いますので、6月が楽しみです。ちょっとコロナウイルスの、関係もありますが、のでちょっとわからないと面も多いですが、6月楽しみに待っていたいと思います。よろしくお願いします。では、今回ハリア紹介させていただきました。本日は以上でございます。ありがとうございます。